はい、今回はですね、セイントセイヤオメガですね。ただまあテーマはですね、かつてポセイドンやハーデスなどと死闘を繰り広げ伝説のセイントと呼ばれているセイヤ、シリュウ、ヒョウガ、シュン、そして一騎をね紹介していきます。早速いきましょう。まずはこちらからです。はい、ということで、まあ第一騎における、伝説のセイント、まあ大きく分けて第一騎と第二騎ってあるんですよね、オメガで。で、第一騎ではまああくまでメインキャラはコウガと同世代の仲間たちということで、出番はね、まあ、かなり少なめでしたね。で、まあこれ5人ともね、マルスとの戦いで魔性っていうと特別な傷に侵されているんで、コスモをね全力でね燃やせない状態だったんですよ。で、まあ一騎以外は登場していたんですが、クロスをまとって戦っていたのはまあセイヤだけだったんですよね。ただまあセイヤも万全な状態ではない感じでした。で、次に第2期なんですが、ここではね、魔性もいいえ、新たな敵、パラサイとの戦いにね、全員クロスをまとって参戦していましたね。で、1期もここから登場しています。まあ、1期は結構、後の方ですけどね、登場したのは。で、セイヤとシリュウはゴールドクロスをまとっていた一方ですね、ヒョウガ、シュン、1期は、まあ、ブロンズクロスのままだったんですけど、まあ、進化してね、形状も一新していました。で、まあ、5人とも相変わらず凄まじい強さを誇ってですね、まあ、ゴールドクロスでも、ゴールドセイントでもね、苦戦するような敵も打ち倒していましたね。やっぱそのブロンズクロス組もね、ゴールドセイントと同等以上のね、まあ威圧感を感じるのはさすがかなとは思いますね。なんか高画にたちにもね、もちろん同じことを言えるんだけど、やっぱなクロス詐欺っぽいところはあるんですよ。実際にその彼らをね、相手にした時ね、そのブロンズセイントだからと舐めてかかる輩がね、相変わらずいたんだよね。今更っていうところは思ったんだけど、だからさすがに違和感は感じたんだけど、いや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 って、もうそこは気づいてくれよとは思ったんだけどね。で、次にメンバー個別に紹介していくとですね、まずはセイヤですね。キャラクターボイスは古谷徹さんが復活しています。まあストーリー冒頭では死亡扱いになっていたんですが、まあ生きてたんですよね。第1期から多くの見せ場があり、マルスとの戦いで魔性を追いつつも、コウガと共に果敢に敵に挑んでいました。で、コウガたちがね、ゴールドセイントと戦う最中ですね、まあ人馬球かな、人馬球に突入した際にセイヤの残したメッセージを目にするシーンがあるんですが、あれはまあアイオロスがね、残したメッセージをセイヤたちが発見する場面の、まあ、オマージュっぽい演出なのかなとはちょっと、思いましたね。はい。で、第1期の最終決戦でもコウガたちと共闘し、サジタリアスのゴールドクロスを託す場面もありましたね、コウガにね。まあ、主人公はあくまでコウガでしたからね、まあ、その後バキバキに破壊されてましたけれども。で、第2期でもね、壊されてしまったサジタリアスのクロスも復活して、またセイヤね、頑張っていたんですが、まあ、序盤では、女神パラスがね、登場してるんだけど、その殺害を試みるも、まあ、外見がね、どうしても少女っぽい姿だったんで、ためらってしまい、まあ、失敗に終わってしまってましたね。まあ、結果として、あの時点でパラスを殺すっていうのは、ひょっとしたら最善の選択ではないかなとは思ったんですが、ただね、あの場面を見て自分はね、まあ、正しいか正しくないかはともかくとして、まあ、デスマスクのような人物がやっぱね、任務をね、着々とこなすには、セイントにも必要なのかなっていうのはちょっと思っちゃったんですよね、ふとね。まあ、デスマスクは確かセイントとしての任務はこなしていたんでしたけど、まあ、その際はもう女子でも容赦しないで犠牲も多かったみたいな感じだった気がするんですけれども。で、パラサイトの戦いの序盤はですね、他のゴールドセイントと共にアテナを警護していたんですが、終盤は前線に立ち四天王のタイタンとも激闘を繰り広げていました。まああくまでね、沙織さんのためにね戦っているっていうこともね、告白していましたね。ずーっとアテナアテナって言ってたんだけど、まあ本音は沙織さんだったんですよ。まあこれは皆さんご存知だと思うんですが、で、まあ口調もね、最後はなんか昔のセイヤっぽい感じでしたよね。で、まあ、サターンに対してもね、かつてサガがね、アテナを殺すために使った黄金の探検を用いてですね、倒そうとするんですが敗北してしまいます。まあ、最後はね、コウガたちに託すことになったんですよね。
で次にシリウですね。はい、キャラクターボイスは、成田健さんですね。これまあ以前の動画でも言ったんですが、成田さんといえばその鈴沖さんがねずっと演じられて ていたキャラクターを引き継ぐっていうケースが多かったんですよ。まあ声が結構似てらっしゃるんでね、例えばあのガンダムのブライトノアとかもそうだったと思うんですが、でまああの本作では春麗と結ばれ嫡男劉邦も誕生しています。でドラゴンのクロスもね劉邦が継承しているんですよね。その劉邦はまあメインキャラの一人として活躍していました。でまあ登場時はねマルスとの戦いでね魔性を負っただけではなく五感全てが失われている状態で、まあ5人の中では一番重症だったかもしれません。ちょっと一気の症状がわからないんですけどね、ひょっとしたらこんだけ重症を負ったのはねクロス脱いちゃったからかなってちょっと思っちゃったんですけど本当に。でまああのしかしですね、まあ、コスモによってねある程度のコミュニケーションは可能でした。ちなみにねあの彼がねあの過去に助けたねパラドックスからはなんか異常な愛情を向けられていましたね。シリウそれ知ってたんですかね。まあ劉邦がチクったかもしれないですけど後でね。で第2期では、まあ、体も全開したため参戦しています。で一時的にゲンブがライブラのクロスをまとっていたんですが、再びライブラのゴールドセイントとして戦いに身を投ずることになります。まあ劉邦とともにね最強の2級パラサイトと評されていたレアとね戦った際には、まあ、息子のね力を引き出すためやられたふりをする場面もありましたね。まあちょっと失礼だったな みたいなことで謝ってましたけども、まあ、最後はしっかり倒してましたねレアをね。はい、でまた四天王のハイペリオンと対峙した際には、危機不動とともに、アテナエクスクラメーションを放って、天地放滅山ですかねを破壊していました。これ聖剣です。でね、これやっぱねそのムーたちのねアテナエクスクラメーションに力を加えていたシリウがですねあれで均衡崩れたんですよね。で今度はキキたちと共にアテナエクスクラメーションを放つ側に立って、さらには弟弟子のゲンブがさらにそのアテナエクスクラメーションに力を貸すような場面があったんですが、やっぱあれ見てね非常に感慨深いものがありましたね。あれはいい演出だったと思います。はい、でまあ、シリウなんだけど息子の劉邦が、ね、メインキャラとして活躍したこともあってか、まあ、戦闘での活躍は少し控えめだったかもしれません。で次にシュンですね。はい、キャラクターボイスは神谷博士さんっていうことで結構合ってたんですよね。はい、で初登場した際には最も強キャラ感出していた印象ですね。個人的にはねクロスも何もまとってなかったんだけど、なんかただものじゃないっていうのは伝わってきました。で第1期ではね医療ボランティアを行っていて劉邦を自宅で療養させたりもしていましたね。まあ、前半の劉邦はなんかちょっとな病弱っていう設定があった感じなんで、でまあ、エピソード G アサシンではねお医者さんにもなっていたんですが、やっぱシュンのね将来はやっぱそっち系なのかなってのは思いましたね。なんとなくですが北斗の拳の時っぽいところは確かにあるんですよ。その自分の才能をね戦い以外に生かそうとする感じですからね2人ともね。はい、で第2期では、まあ、新生のクロスをまとって先生に復帰するんですが、まあ、主に甲賀たちのサポートに回っていましたね。まあ、パラサイト四天王の一人にアイガイオンっていうのがいるんですが、まあ、そのアイガイオンの戦いで、まあ、劣勢を強いられていたんですが、あれはまあ甲賀たちをかばいながらの立ち回りをしたためと思われます。なんでまあその気になれば互角以上の戦いができたんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、実際ストーリーの終盤では多分ですけど四天王より格上っていうことでいいのかな、エウロパですよね。エウロパをネビラストームで追い詰めていったんですよ。ほぼまあ勝ちですよね。死んでないんですけども完全に無力化していたんで。で次にですね氷河ですね。キャラクターボイスは宮野守さんということで、やっぱなんか全員豪華ですよね。はい、でまあ氷河は、まあ、第1期ですでに登場していて、その際にはエデンに倒されてしまった甲賀が立ち直るのに一役買っていたんですが、まあ76話でね、これ自分知らなかったんですが、まあ氷河が自分の名を名乗るまでなんか謎の男として扱われていたみたいですね。だからまあクレジットや人気投票でもなんか謎の男として扱われていたみたいなことがね書かれていました。で第2期になると他のメンバーと同じようにね、まあ、新生クロスをまとって再戦していましたね。まあ、セイント星オメガの中ではねキグナスのね新生クロスは好きな方かなとは思いますね。これまた
別の機会でお話しするんですけど、セイントセイヤオメガのクロスのデザインっていうのは、まあ、結構いろいろ言われてるところはありますよね。まあ、自分も思うところは確かにありましたけど、で、まあ、かつてですね、アクエリアスのね、ゴールドセイントだったトキサダがパラサイト入りをして戦いに挑んできたんですが、ちなみにこのトキサダもちょっと個人的にチートっぽいキャラかなとは思いましたね。時間を操るんでね、例えば筋肉マンのね、ペンタゴンとね、あとまあ、体の傷を回復させちゃうっていうところで、まあ、ファイブディザスターズを連想したんですが、それを合わせた感じですかね。ただまあ、結局、そのね、トキサダをですね、フリージングコフィンとね、オーロラエクスキューションを使って干渉していましたね。まあ、封印していた感じなんですが、まあ、カミューをね、馬鹿にしたため、氷河の逆鱗に触れていたんですよね。まあ、マーマに触れたら、それはもう大変なことになってたんじゃないかなとは思うんですが、その後ですね、エウロパと共に現れたミラーをも撃破しているんですよね。このミラーの撃破はすごいなと思いましたけど、はい。まあ、さっきも言ったんだけど、エウロパとミラーはだからサタンの側近みたいな感じで、まあ、四天王よりも格上っぽいキャラですよね、どちらかといえば。ちなみにですね、アニメ版の氷河はですね、技を発動する前になんか白鳥のように、まあ、舞うシーン、白鳥をね、連想させるかのような舞がありますよね。ただ、それがね、なんか、オメガだとカクカクに動いていたように見えたのがちょっと気にはなりました。わざとああいう演出したのかってちょっとわかんないんですが、今ちょうど昔のセイントセイヤ見直してんだけど、昔のアニメ版の方が滑らかな感じはするんですよね。はい。で、あとね、1話だけでもいいんでね、アクエリアスのね、ゴールドクロスをね、氷河にね、まとって欲しかったとなぁと思うのは自分だけですかね。やっぱ本作のね、アクエリアスのゴールドクロスってちょっと個人的にはフグっぽいところがあるかなと思うんで、氷河がね、1回でもまとってくれたらね、挽回できたんじゃないかなとは思うんですけどね。はい。で、次に最後になるんですが、一期ですね。キャラクターボイスは杉田智和さんですね。まあ自分の大好きな声優さんなんですけれども、第2期から登場しています。実はね、再登場する前にね、単独でアイガイオンに戦い挑んで、まあ聖剣、重爆ライザンバーにひびを入れていて、いたりもしたんだけどね。まあ兄さん基本単独行動が多いですからね。ただまあその際に自身もね、負傷したため、カノン島にある火山の火口で傷を癒していました。まあ、以前もね、加工で傷を癒すシーンがあったんだけど、なんだろうな、温泉みたいな効能あるんですかね。で、まあ、氷河たちとね、合流するんですが、いきなりね、さっきも言った強敵ミラーと互角の戦いを繰り広げ、これ思ったんだけど、ミラーってかなり強いとは思うんですけど、あのまま戦いが続いていたら多分一気勝ってたんじゃないかってちょっと思いますね。ミラーの最後を考えるとそう思っちゃいますよね、あれね。で、まあ、アイガイオンとね、再戦した時は、まあ、さっき言ったの重爆ライザンバーをですね、完全に破壊して勝利していました。その時は、まあ、なんていうか自分だけの力じゃなくて、甲賀たちも攻撃を加えて、もうすでにその剣は死んでいたんだみたいなことは言ってましたけどね。はい。まあ、ただまあ、一気の力が大きいかなとは自分は思ってます。で、その際にね、共に消滅したかに思えたんですが、まあ、あのシーン見てもね、自分はね、一気は絶対死んでないと確信して、いましたね。まあ、聖夜たちはボロボロ泣いてましたけども、まあ、一気兄さんはね、よくあることですよね、ああいうことはね。はい。実際、アイガイオンのおかげもあってなんですが、地上に戻ってきていました。で、まあ、このシリーズでもね、相変わらず圧倒的な強さを誇っていましたね。で、甲賀たちがミラーとの戦いでね、クロスが破壊されるのをね、恐れるあまり消極的な戦い方をしていたことから、まあ、一気にね、叱咤される場面もあって、ですけどね。はい。まあ、一気の言うことは正論だと思うんだけど、ただ、ね、フェニックスのクロスはね、復活しますからね、何回もね。まあ、とにかくね、この5人結構ね、第2期ではすごく輝いていたんじゃないかなと思います。ということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。